今日は何ですか？ YouTube で流行っている100の質問をコイム TV もやってみたいと思います。なるほど。ちなみにボケで答えるのは禁止です。すべてガチで答えてください。わかりました。もうこの動画を見れば今まで謎に包まれていたコイムのいろいろなことがわかりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。だそうです。では早速いきたいと思います。ほーい。自己紹介をお願いします。コイムと申します。よろしくお願いします。今までの経歴を教えてください。 YouTube での経歴としては、2011年に YouTube 始めまして、4年間やって5年消えてて、去年復活しました。はい。身長は173センチです。出身地は香川県です。血液型は O。 足のサイズは26センチ。どんな仕事をしている？医療に関係あるようなものを売ってます。学生時代の部活は？野球。やったことがある習い事は？クモン。やったことがあるアルバイトは？郵便配達。特技は？親指が引くぐらい曲がります。座右の目は何でしょうか？座右の目はね、もうラブ&ピースですよね。愛と平和。好きな色は？黒。好きな季節は？春。行ってみたい国は？エジプトと香港。行ってよかった旅行先は？北海道旅行に行った時のニセコっていう場所。好きな食べ物は？豚骨ラーメン、天津飯、そんな感じ。嫌いな食べ物は？鍋の中に入ってる半煮えぐらいで食べた時のあのネギのキュッてする時のネギ。好きなお酒は何でしょうか？今はビールですね。酔っ払うとどうなる？めちゃくちゃ陽気なおじさんになるか、眠たくなっちゃう。お酒での失敗談を教えてください。サラリーマン時代に、新年会やった時に、雪の降るような寒い時期に泥酔して、交差点のねど真ん中で雪が積もってる中、こう空を見上げて倒れてたことがあります。ガチです。今までに買った一番高い買い物は？その値段を教えてください。車とか言うと、まあ、当然なので多分そういうのを求められてる問いじゃないと思うので、腕時計ですね。52万円ぐらいですね。それちょっと頭おかしかったんで、10代でそれを買ったっていうね。今でも毎日愛用してます。子供の頃の夢は？お金持ち。学生時代のニックネームは？組長。最近恐怖を感じたことは？この間金縛り思いっきりなった時に、なんかね、左の方からささやかれました。めっちゃさ鳥肌止まんなかったです。怖いものは？暗くて深い水の中。あのね、海洋恐怖症っていうやつなんですよ、私。今までで一番痛かったことは？野球部だった頃に送球が来たんですよ、サードから。で、こう取ろうと思って、こうこぼしそうになったんで、こう右手も添えたんですよね。右手も添えたら、その右の中指に直撃して、爪がこう剥がれるところ、こっちからこう剥がれました。会ったことのある有名人は？加藤茶さん、さだまさしさん、デーモン小暮さん、アントニオ猪木さん、藤波辰巳さん、最近だとつい最近ネゴシックスさんに会いました。マジです。好きなアニメは？好きなアニメもう一択でドラえもんですね。好きな映画は？もう無数にありますけども、見た回数で言うと1位が燃えよドラゴン、2位がターミネーター2ですね。その2本はめっちゃ見てる。好きな俳優は？アルパチーノだね。アルパチーノと、ジャック・ニコルソン。好きなお笑い芸人は？飛ばしてる。好きな女優は？ちょっと待って。失礼しました。好きな女優は？ブリジェット・フォンダとサルマ・ハイックですね。超マニアックでしょ。好きなお笑い芸人は？ザズイ。自慢してください。某元プロ野球選手と知り合いで、飲みに行ったりしてるっていうのと、あとはすぐ出世する。と、昔カラオケの、オンライン採点で、全国1位を取ったことがあります。もう最近よく見る YouTube チャンネルは？川江幸則の古代エジプトっていうね、チャンネルがあるんですけども、あのガチの考古学者さんが、やってる YouTube のチャンネルなんですけど、もうめっちゃ好き。 と GG チャンネルですね。ブチギレ宇治原さんっていう人がね、大好き。リスペクトしている有名人は？河本ひろとさんと真島雅俊さんですね。もしその人に会えたら何を伝えたい？まずこう号泣、もう泣いて喋れないとは思うんですが、本当にありがとうと言います。マジで、人生救われたので、ひろとさんにはね、それを伝えたい。好きな曲は？
洋楽だとジミヘンドリックスのリトルウィング、邦楽だと、ザ・ブルーハーツの、ネオンサインっていう曲ですね。初恋は何歳？初恋はね、4歳か5歳だったと思うんですけども、好きな女の子がいて、好きだっていうのを知ってた、友達が勝手に恋夢があんたのこと好きらしいよって告白して勝手に振られるっていう酸っぱい経験がある。好きな女性のタイプは、まあ、容姿でいくと、深田恭子さんで、バディでいくとタイプは峰藤子ですね。好きな女性の仕草は、難しいな、強いて言うならこの髪をこういう、髪をこういうやつですね。グッジョブ。何フェチ？これはもう揺るぎないフェチがあります。私ヤエバフェチです。これもうガチヤエバフェチ。モテ期はいつ？高校2年生でしょうね。やってみたいことは、あの陶芸とか絵を描くとか、その芸術ね、そういうのをやってみたいですね。今まで何に一番お金をかけてきた？釣り具かな。20代の頃と比べて変わったことはありますか？疲れが取れづらくなっているね。20代の頃は朝の5時までカラオケでフリータイムで飲んで歌って、でそのまま家帰って2時間ぐらいだけ寝て仕事行くみたいなのやってましたけど、今それやったら多分絶命します。今までで一番嬉しかったことは、まあ、いろいろありますけど、まあ、この YouTube っていう分野において一番嬉しかったのは、ベルクラさんと話す機会があったっていうことですね。コラボまでさせてもらった、これが一番嬉しいことです。平均睡眠時間は今は4時間ぐらいです。ストレス解消方法は、ストレス解消はやっぱりね、サウナですね。サウナと、とお酒を飲むことと、一人で車運転しながら大熱唱すること。好きなアーティストは、アーティスト、芸術の方のアーティストだと写真家のウィリアム・エグルストンっていう人がいて、ニューカラーとかっていうね、分野というかカテゴリーの写真家の人なんですけど、その人の写真がもう理由はわかんないんですけど、めっちゃグッとくるんで、すごい写真集を買いたいんですけど、すげえ高えんで買えてねえです。なのでウィリアム・エグルストン。自分の好きなところは、あ、違う、間違え。仕事をする上で大事にしていることは、まあ、お客さんを相手にする商売なので、例えばお客さんがこれが困ってますって言ってきたことに対して、これが困ってる人は こういう困ってることもあるんじゃないかとか、その言われてないけどこっちから見つけてあげるっていうのを大事にしてます、そのニーズをね。はい。自分の好きなところは、普段はコミュ障なのにこのマスクをかぶると陽気なおじさんになれるところです。自分の嫌いなところは、コミュ症と飽き症ですね。図らずも症で韻を踏んでしまうということになりましたね。得意なことは、リアルの世界での話をすると、人にこう信頼信用してもらうのが得意です。苦手なことは、たくさん人がいる環境が非常に苦手。一番かっこいいと思う有名人は、外国人であれば元ニルバーナーも亡くなっちゃいましたけど、カート・コバーンって人が一番かっこいいと思います。日本人で言うと竹野内豊ですね。集めているものはある？やっぱりあれですね、 CD ですね。10代の頃からずっと集めてるんで、とか、あと釣り具のソフトルアーね、ワーム、それをめっちゃくちゃ集めてますね。タトゥーに偏見はありますか？タトゥーに偏見ね、私全くないですね。全く偏見ないです。全然関係ない。悪いイメージとか持たないタイプです。はい。おすすめのお酒は？ウイスキーだったら、メーカーズマークっていうね、やつすごい飲みやすくて美味しいんで、おすすめです。ウイスキーはね。で、日本酒だと、私の地元のお酒、国重。やっておけばよかったと思うことは？学生時代にピアスを開けとけばよかった。最近の趣味は？やっぱりまあサウナですね。サウナに行くっていうこと。これがもうやっぱり趣味ですね。ここ数年。好きなブランドは？分野によりますが、アウトドアブランドだとやっぱりアークテリクスですね。で、釣りのブランドだとヤマガブランクス。癖は？え、もう一回いいですか？癖は何ですか？癖はね、これですね。似てるって言われる有名人は？貴乃花親方ですね。今読んでいる本は？これです。自分を縛る禁止令を解く方法、読み途中です。今で何問ですか？65、次66。65、頑張ります。はい、次。はい。ご飯のお供ベスト3。なめたけ、明太子、ダントツは桃屋のやわらぎメンマが一番ご飯に合うと思います。はい。好きな名言は？
幸せを手に入れるんじゃない、幸せを感じることができる心を手に入れるんだ。最後の晩酌で食べたいものは、おばあちゃんの作った地元の郷土料理ね、マンバのタイタンってやつ とマミーが作った、グラタンと、ダディが作った、ホットサンドと、あとピョンコ先生が作った焼きそばですね。一度やってみたい仕事は、警察官ですね。学生時代の自分にアドバイスするとしたら、これからYouTube っていうのができるから、すぐ始めて、すぐどうあのカメラの前でラーメンとか食い始めて、第一人者になった方がいいよ。幸せを感じる瞬間を教えてね。寝る直前、寝るなんかもう瞬間っていうか、寝る直前っていうか、あの意識をこう失いそうな時がなんか一番なんか、ああ幸せだなってなります。口癖は何でしょうか。マジでとやばです。最近よく聴いている曲は、中島美嘉さんの僕が死のうと思ったのは、めっちゃ聴いてる。あのファーストテイクで出てますんで、ぜひ聴いてください。でね、すごい重い歌詞なんで、最後の最後まで聴いていただくと、その良さがよりわかると思います。自分の体のパーツで一番自信のあるところは、左手。自分の体のパーツで一番自信がないパーツは、鼻。最近見た英語で英語だ最近見た映画で面白かったものは、イコライザー、デンゼル・ワシントン。今アマゾンプライムで見れますから、ぜひ見てください。最近見た映画で面白かったものは、今言ったじゃねえかそれあれ2回同じことを聞いてますよ。では釣ってみたい魚は、釣ってみたい魚、バラマンディ、スタージョン、ナイルパーチ。はい。衝撃を受けた YouTuber は、衝撃はもうウケツさんですね。ウケツさん。 YouTuber はいつまでやる？ YouTube はだから2025年までやります。ゲーム実況はもうやらないの？ゲーム実況ね、やりますよ。今年中ぐらいでちょろっとやるかもねぐらいです。将来の夢は、山奥に家を構えて、そこで誰にも会わず大音量で、音楽を聴いたり奏でたり、YouTube 収録したりね、そういう環境で暮らすのが夢です。一番感謝している人物は、ぴょんこ先生です。コロナ以前と以後で変わったことは、外出しなくなったね。本当に休みの日しかなんか外出しなくなった。今までは仕事終わってからサウナ行ったり飲みに行ったりしてたんですけど、それ今別にやれるけどやらなくなったね。本当に天才だと思う人は、トマベチヒデトさん。タイムマシンがあったら過去未来どっちに行きたい？過去。その理由は、理由は未来は楽しみすぎてネタバレになるんで知りたくないんですよね。映画と一緒で結末を知りたくないという、楽しみすぎて。なので過去。嫌いなタイプの人は、話をあんまり聞かない人。最近いつ泣いた？あ、そうそう、それそうだよ。それこそ僕が死のうと思ったのは、中島美嘉さんのファーストテイク見て泣きました。はい。最近いつ笑った？ぴょんこ先生がダルシムのヨガファイヤーのことを溶岩ファイヤーだと勘違いしているっていうことに気づいた時ですね今までで一番美味しかった食べ物は、カワハギの刺身。今までで一番美味しかった飲み物は、コーラ。自分の性格で直したいところは、優柔不断、すぐ飽きちゃうとこ、ハマりすぎてあの周りが見えなくなっちゃうところ。どんな時ワクワクする？パンマッパッキーって何？何て言ったのどんな時ワクワクする？どんな時ね、はいはい、ワクワクする。釣りに行く前の日。おすすめの洋楽アーティストを教えてください。シーアっていう女性歌手とレディオヘッド、おすすめ。そのマスクどこで売ってますか？このマスクね、これね、一番聞きたいのが私なんですよ。これね、ないんですよ、もう。これを買ったのは、2010年ぐらいなんですけど、もともと寒い時期に釣りをするときに買ったんですよ。で、これ本当はこういう帽子なんですよね。つばがついた。それを裏返すと、ここに目出し帽になっているっていう謎の帽子なんですけど、これ10年前にドン・キホーテで買いました。本当に、持ってる人とかいたら、マジで、DM ください。ちょっと、本当に、買います。探してみてね。最近買った便利なものは、これ無印良品の料理するときに使うでっかいゴムスプーン。このカレーとか綺麗にこう柔らかいんで綺麗に取れます。ぬるっとしたやつがぬるっと取れます。休日の過ごし方は、朝起きてサウナ行って
って、そっから蕎麦か寿司食って、夕方 YouTube の収録を2本ぐらいする。もうこの生活からほぼ変わっておりません。印象に残っている自分の動画は？私がバズった時期があって、その最初のバズりが豚骨ラーメンどうのっていう実況動画を上げてた時に、その時に翔平さんっていう有名な実況者の方が私を見つけてくれて、コメントかなんかくれたんですよ。でそのおかげで、その翔平さんがコメントしてる動画ってなんだっていうので、朝起きたらね300人ぐらい登録者が増えてて、それは記憶残ってますね。とか、まあベルクラさんとの対談とか、あとリナさんとやった動画全部ですねはかなり印象残ってるし、あとまあぴょんこ先生初登場とかもね相当印象残ってます。読んでおくべき本は？お客さん相手の商売をもししている人であれば、ハイパワーマーケティングっていう本があって、J. エイブラハムだったかなっていう人が書いた本があって、それは本当に全ビジネスマンが読んでおいた方がいい一冊です。と、もしお客さん商売をしてないとするならば、してない人へのおすすめは、やり抜く人の9つの習慣っていう本がおすすめですね。最後に視聴者の方に一言お願いいたします。最後ですか。いよいよ、いやいやいや、ちょっと長い時動画になっちゃったかもしれませんけども、見ていただいてありがとうございました。結構疲れましたね。こう読む方も疲れたでしょ先生。おーい疲れてないっていうことでいいですね。まあちょうどなんか新鮮でしたね。まあこう質問のね大半を考えてくれたアナケン君には感謝ということで、アザスですね。とツイッターとかねで、質問してくれた皆さんもありがとうございますね。で、このなんかこうサクサクこう答えましたので、何それ気になるとか、例えば YouTube やめるのはいつとかっていうのもはっきり発言したと思うんですけど、そういうのもなんか気になるところが多分皆さんね何点かあると思うので、その辺の皆さんが気になってるであろう質問の答えをですね、今後ちょっと収録するラジオの多分番組になると思うんですが、ラジオの動画で深掘りしていきたいとこういうふうに思ってますので、そちらの動画も楽しみにということでございます。はい、最後どうですか、ぴょんこ先生からなんか、言いたいことや、ございますか。ありがとうございます。安定の絶好調ということでね、ありませんを噛んで、あーせーんって言ってましたからね、そういうことにもなりました。はい、長い動画最後までありがとうございました。ありがとうございます。ぜひこの動画の深掘り動画も、見てください。もしかしたらサブチャンネルでのアップになるかもしれないので、サブチャンネルもしくはこのチャンネルもね、登録まだの方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。それから、チャンネル登録ボタンの、横とか近くにこうベルのマークあると思いますので、それを一回ね、ポチッとしていただけると、私の動画が、配信された瞬間に皆さんに通知がいきますんで、見逃さないと思いますから、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。じゃあ今日はですね、ボケを禁止された、ということで、とんでもなく、真面目に答えた動画になりましたけども、今日お答えしたのは本当に全部マジです。嘘は一個もないし、ボケも一個もないです。ボケたかった。これボケてもいいバージョンを撮りたい。身長な2メートル5ですって言いたかったもんね。まあいいか、そんな感じで、じゃあまあぴょんこ先生も、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ酔っ払ってますというわけで、じゃあまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。